鶴姫、前田慶次と霧隠れ最善名古屋三三郎の戦いは鶴姫たちが勝利するが、そこに猿飛サスケが現れ才蔵を連れ去っている。安倍の生命寺道満の策により魔界と冥界の一体化が始まってしまう。黒魔術軍の前に土方が現れ協力することを申し出る。一方魔界水軍の滝夜叉は五芒星軍との同盟を解消すると語る。倒れている馬頭を心配している魔界衆たちの前に赤八と名乗る妖怪が現れる。そこに名古屋三三郎と高山右近、安倍の生命と末高房が現れ戦いが始まる。生命たちは黒魔術軍を撤退させることに成功するが、なぜか馬頭は火の閻魔を切ってしまう。高房は同じ失敗を繰り返す生命に対して愛想を尽かし、その場を去る。そしてジライアは仲間である火の閻魔を切った馬頭に対して怒りをあらわにする。土方歳三の前に現れる魔界水軍、黒魔術軍対魔界水軍の戦いが始まる。黒魔術軍が優勢の中、竜顔と滝夜叉が現れ魔界水軍に加勢する。しかし最後はお市の方が竜顔に呪いをかけ相打ちとなる。真田重勇士の真田大輔、猿飛サスケ、霧隠れ才蔵の前に現れる鶴姫と前田慶次、戦いが始まると越智康成も参戦し戦いは激化している。